皆さんこんばんは、大谷かなです。昨日ね、ピコフラクショナルというものを初めてやって、すごい終わった後真っ赤だったんだけど、ここまで良くなってきました。が、明日婚姻届を出しに行くので、すごい写真を撮るタイミングなのに こんなにダウンタイムがあるものをうっかりやってしまい、ちょっと反省してます。本当は目立つ気にやろうと思ってたんだけど、看護師さん、メットクリニックの皆さんが、この新しいピコフラクショナルが本当にいいですと、毛穴が本当になくなりますと、皆さんが言っているのを聞いて、ちょっとそれに、乗ってしまいました。まあ明日にはもうちょっと良くなってるかなと思うのですが、まだちょっとこの辺かゆかったりするんだけど、肌、あ、びっくりした。 iPad が急に鳴り始めた。 はい、私の YouTube に彼が初登場します。どうも。はじめまして。緊張してる？緊張してるよ。緊張してる？明日結婚する結婚します。けど、お気持ちどうですか？気持ち、婚姻届書くのは緊張したけど、緊張したね。すごい緊張した。失敗もしたし。した。私が 私と私が頼んでた証人の友達がした。 まあでも2枚書いてよかったね。1枚は成功したよね。したよかったね。ということで皆さん、フィアンセです、今のところね。 変わるの？いや、明日変わる。 なんで、結婚するから。ああ、そういうことね。明日夫になります。ハズバンド。Husband, I'm gonna be your wife. Are you psyched? Yeah, Aww, I'm psyched. that was cute. I'm happy. 明日婚姻届を出しに行くので、お友達から婚約祝いでもらっていた ワインを今日は開けるんだね。開けます。ねえ、開けよう。ありがとう、ぜい。タッピー、ありがとう。こちらが噂のワインです。いいワインをね、婚約祝いにもらいまして、で、こっちはね、ワイングラスを違う友達から婚約祝いでもらいまして、今日はこの2つで前夜祭でございます。白？わかんない。え、嘘？ 覗いた？あ、is it orange? Think it That's is. Well, good. he knows that we like her. Oh, yeah. Sort of fair. Yeah, Maybe yeah, not. There you yeah, go. Huh? yeah. Winning. これ、あ、待って、それ紹介。おお。はい。これこの間買ったんだけど、まあワイン好きの人は知ってる。うるさい。うるさい。仕切り直して。これこの間買ったんですけど、ワイン好きの人は知ってると思うけど、ワインの鮮度を保つ キャップで、で、空気をさ、抜かないくていいの。これこのままさ、閉めるだけでいいから、これすごい楽で、ほんと買ってよかった。お。お。大人。そうね。Yes. Thank you. See? おいしい。美味しいね。ハム頼もう。
よう、次の日です。ピコフラクショナルを結構カバーできてる気がする。あのね、今ファンデーション塗ってるんですけど、これ塗ってないと結構ねすごいの、見た目が。昨日夜だったからあんまり見えないかも、見えなかったかもしんないけど、なかなかなダウンタイムでして、でもこの間ファンデのビデオで紹介したすごいカバー力があるっていうクッションファンデで結構隠れたので、まあこんぐらい隠れたら写真も大丈夫かなっていう、記念撮影も。でこれから婚姻届出しに行って、でその後にあの日本橋に行きます。2人とも日本橋のエリアが最近好きで、であのホテルを取ったので、ちょっとこれパッキング朝して、で本当にミニミニハネムーンを日本橋で、はい、してきます。じゃーん、見て、彼のお母様からお花が届きました。びっくりした、お花のお届けですって来たから、誰かと思ったらこんな素敵なお花をいただきました。フィットチェックです。何着てんですか？俺から？俺から。オッケー。お父さんがくれた時計と、うん、弟から盗んだ T シャツと、オーストラリアで買ったヴィンテージのリーバイズと、That's 501, right? Yeah. うん。と、バンズ？うん、アナハイムのバンズと、実家の犬の名前のトートバッグ。私はエンサークルの T シャツと、同じく501のヴィンテージデニムと、あとはいつもニューバランスと YSL のバッグです。です。行きます？いや、ですか。いや、So we did it. We did it. How did you feel? Weird? Yeah.Feels like we did something we can't take back. Yeah. Yeah. We can't though. What? You can't take it back. You're gonna know it. Yeah. It's just hectic. That's it? I'm excited. No, it was like big adrenaline kick. Yeah. It was. It was. Yeah. It was so like business.It was. Like so like uneventful that it made it seem more significant. Yeah. Because it's just a dude in a dark office. Yeah. He was nice though. He was. Mm. He was lovely. Yeah. Can you imagine if he'd been in a bad mood? Anyway. He wasn't. So thank you. We did it. Yeah.ホテルに着きました。今回は DDD ホテルっていうホテルに泊まってるんですけど、本当はね、K5 に泊まりたかったんだけど、予約がいっぱいで取れなくて、今回初めて DDD ホテルに泊まってみました。部屋はこんな感じ。これツインのお部屋で、で、こちらバスルーム、シャワーと、あとはトイレ、鏡。で、エントランスが、こんな感じで、荷物をここに置いとりまして、こちらがワークスペースになっております。働いとる。我々の性格がすごい出てる現場やほー、帰ってきました。ミニミニハネムーン日本橋から自宅に
帰ってまいりました。日本橋やっぱり楽しかった。あの辺のエリア最近すごい面白くなっていて、まあ、日本橋人形町茅場町とかあの辺一帯いろんなお店ができてるんですけど、こう美味しいところもいっぱいあるし可愛いところもいっぱいあって、ちょっとこう海外に来たような気分が味わえるので、すごく個人的にはリフレッシュできて楽しめてます。今回新しいお店も結構開拓して、またすぐ戻ってきたいねっていう話をさっきしてました。で、夫婦になって帰ってきたわけですけれども、まあ何かが特別変わったかと言ったら、なんかまあ、夫婦だね実感みたいな瞬間が何回か訪れたぐらいで、それ以外はそんなに変わらないんですけど、まあでも人生のパートナーとしてこれから2人で楽しく生きていけたらいいなと、はい、思ってます。私の方は仕事全然このまま変わらずバリバリして発信もどんどんしていくし、もちろんこの YouTube も続けていって、他の仕事ももちろんやっていくので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで今週の結婚しました Vlog はこれで以上となります。今週も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録お願いします。じゃあ次のビデオまで、またねー。